おはようございます。小西洋之です。土曜日ですね。11月14日土曜日。今日の新聞は読売新聞、一面はコロナですけども、コロナはコロナでもコロナ禍拡大でほー、まあそりゃそうだという記事ですけど、地方銀行の6割が現役に赤字、貸し倒れ備えて主に、ね、貸し倒れ引き当て金っていうのがねつけておきますけども、こうなってくると引き当て金、あ、すいません、簿記の勘定科目でした。一応簿記一級なんではい、すいません。一応商業科の教員の免許と社会科の免許、商業ということで簿記一級取っておりますが、今何の役にも立っておりません。申告ももうできませんけど、銀行簿記ってのあるんですけどね、貸し倒れ備え、だから、貸しているお金をもし返せなく、企業からすると返せない、銀行からすると回収できなくなるという、これは絶えずコロナ関わらず万が一のために、例えば、ね、1万円貸したら1万円戻ってこないかもしれないので、そのうちの3割ぐらい、3000円は貸し倒れ引き当て金というのに、まあ、保険みたいなもんですね、入れておくんですよ、保険で。万が一の時に、まあ、帳簿上ですよ、それが入ってくるという。だからもう貸し倒れに備えて引き当て金とかがもうものすごい重荷になるんだろうね。でも6割ということは4割は大丈夫だってことだね。逆に4割の銀行ねえ、知りたいね。地元のホールディング宮城県を除く77社の決済、現役となったのは横浜銀行などを傘下に持つコンコルディファ、すごいね、FG ファイナンシャルグループコンコルディア、すごいね、そういうとこが、横浜銀行を傘下に持つなんだ。ほう、114銀行香川、福島銀行が赤字となった。へえ、なるほどな。47社、26社増益、池田泉州ホールディングス大阪黒字、道の駅銀行青森、島根銀行は黒字転換だって。なんでだろうね。こういうこと調べてみたいね。このコロナ禍でほとんど47社が減益なんだけど、26社が増益、まあ、ちょっと増えたよって、池田大阪など黒字転換が2社、道の駅銀行、なんだか今までがよっぽど悪かったのかすごいね。僕に書いてあるんですよ、こうやってほらね、えコロナ禍でもちゃんと増益してる、そして黒字に転換してる、すごいなあ、まあ、これと残念でしたね。小芝さんノーベル物理学賞ね、残念です。世界のニュートリノって覚えてます？なんか穴掘って電球みたいないっぱいつけて、これ宇宙からのニュートリノがこうそこで分かるっていうね、何年前、もう18年前ですよ。岐阜県に、岐阜県の山奥で地下1000メートルに、3000トンの水を貯めた巨大観測装置、神岡で、覚えてますか？で、1000メートル穴掘って水貯めて、そこにニュートリノの分子がこう来たら分かるという、僕らには全然、文系の連中には全く意味が分からなかったけど、なくなってますね。そうか、漏水ですね。94歳お疲れ様でございました。はいね、物理学日本ももっともっとこれから行ってほしいですね。ちょっと逆から行きましょうかね。これなんか和みましたね、この記事。はい、僕はほっとしました。これほら、眞子さまねえ、結婚必要、いいねー。
秋篠宮ご夫婦、お父さんお母さんも理解されているとお気持ちを公表された。まあマスコミがね、あの小室さんのことをいろいろね、いろいろ書いてましたけれども、2人の気持ちは変わらない。で、あのお手紙をね、お手紙を、わあ、これ全文出てますよ、全文、これこれすごいね。前回結婚についてそれから今日までの間、私たちは自分たちの結婚のそのでどうするあるべきかを一度考えるとともに、はあ、いいね。私たちの気持ちを思いやるために見守ってくださっている方々がいらっしゃることを、はあ、思っておりますと。いいなあ、いいね。自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択です、結婚は。なんかいいね。もうコロナとかさ、アメリカ大統領がどうのじゃね、眞子さまのこの結婚は必要ね、いいね。ちょっとグッときますね、朝からね。さあ、そしてですよ、そして、はい、今日の最後の記事はこれが読みたかった。どこだどこだ、あった、載ってました。やっぱりね、今日からです、パリーグ CS の、セリーグはジャイアンツですからね、パリーグ、はい、ホークス対、来てるよ来てるよ来てるよ、初戦が大事、全力で、そりゃそうだよ、当たって砕ける、いや砕けちゃダメ、よく使うね、当たって砕けろ、砕けたらダメなんだよ、当たって向こうを下さないといけない、これなんか当たって砕けろ、なんか負けを覚悟してっていう感じするんだけどね。俺は学生時代、当たって砕けろとは言わなかったね、当たってなんかぶっ壊せみたいな。3勝した方が勝ちなんですけども、もう1勝、はい、ホークスの方がアドバンテージ取ってますから、今日ロッテが勝ってくれると、はあ、タイになるんですよね。はい、日程がこういうふうに書いてます。まあ皆さんご存知でしょうけど、ほらこうです。はい、今日からですよ、ソフトバンク1勝のアドバンテージありますんで、今日ロッテが勝てば1勝1敗でって楽しいですよね。で、21日、来週ですね、来週の土曜日からちょうど今日、京セラドームで、もうすいませんね、大阪なんですけど、京セラドームで土日、これ巨人主催になりますね。で、1日飛んで24、25、26がパリーグ本拠地ペイペイですね。で、また京セラに帰ってくると。はい、なんとかね、ソフトがちょっと最近強いですからね、ロッテにロッテが勝ってもらわないと、ソフトバンク対巨人になると本当に西日本で盛り上がっちゃうんで、はい、西にやっぱりね、ロッテが勝つとなんかね、ロッテが勝ってくれると、まあ、あの試合をする場所ですよ、千葉と大阪になるんで、まあ、一応全国こう巻き込めるかなというのがありますけど、今日は何時からするんだ、何時からするんだ、あ、何時からって書いてないか、何時から、お昼かな、うわ、あれ書いてないよ、何時から、何時からかなと、まあ今日ですあれ書いてないね、何時だろう、夕方、夜なのかな、まあ、あのテレビ欄を見たら分かるんでね、皆さんもね、ああそれと全然ニュース関係ないですけど、うわこれ見ちゃった、これも言っていいですか、もうね解禁になりましたから、ほら越前ガニ食べに行こう、 Go to eat だーっていうね、 Go to travel で越前カニ食べ、カニ食べ行こうという歌もありましたので、ね、旬のものですから、ぜひ皆さんもね、はい、Go to travel でカニ行ってくださいよ、カニ、うん、美味しいよ、旬のものを食べるね、食べれない人はカニカマもありますからね、カニカマ、世界でカニカマ評価どれだけすごいか、日本のカニカマってほんとヨーロッパですごいですよ、だからぜひ今日の夜は皆さんカニカマを買ってね、カニだと思って食べる素晴らしい週末を迎えてくださいそれではまた明日、小西良樹でした、失礼します、ロッテ頑張れ。